サブスペなくても強え、メインが強すぎる武器参戦。一つ目、ブラスター最強、ラピッドブラスターエリート。ぶっちゃけどこまで行っても射程が正義なんすよ。バレルスピナーより長い射程、直撃85ダメージ、発射レートはノバと同じとは言うものの、ブラスター種は性能がキルに尖りがちなんで、サブスペがとっても大事で、現状ブラスター系統の中で一番サブスペに恵まれてないラピエリはマジで現環境で見ないですね。二つ目、ローラー最強、バリアブルローラー。いやー、これは悩みました。スプラローラー、カーボンローラー、ダイナモローラー、全部それぞれ強い部分があり、これが一番とは言いづらかったんですが、その中でもバリアブルローラーを選んだのはその圧倒的な汎用性に他なりません。横振りの射程がスプラローラーとほぼ同等、縦振りもキル力こそ劣るものの、ダイナモに同程度の射程で、さらに塗りがかなり強い。そう、キルと塗り両立してるのこいつだけなんすよ。ダイナモもいいんですけどね、インク効率がね。3つ目、スピナー最強、クーゲルシュライバー。そう、よかった。式武装 X 対ロロイトがお送りしました。